はい、どうも高戸です。今回はですねサブキャラシリーズキャプテンファルコン編いきます。まあ、前のジョーカー結局もうカスなんでもうこいつ使いません。はい、おっすいきます。行きましょう。さあジャンプ潰されてどっちいく、クエヌで暴れる系のクッパイ。うん、それ2ヒットするの知らんないけど、なんで反転した。ジャンプ読みしてこなかった。どこ？クエヌ2段ダメージで、クエヌ膝は当たんないけどメテオ届かないそれは死ぬ。膝単体で行って、いやー逆でまいりまい。あー着地場に合わせるファルコンキック当てたいんだよな俺は。でジャンプ潰した。あーいっちゃんやった、あかんやつした。ちゃんやっちゃいけないことしたね。あ、結構丁寧に動くとばやん。ストリッカーで今の枕はいつかみ届くんや。それにびっくりした。下着でも、うわマジか、今の当たんねえの。届かねえ。死ぬ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 。死ぬ死ぬ死ぬ。ポケモントレーナー銭金だよ。さあ間違えていく。嫌いだあんまり。ちっちゃいから当たりにくいんだこういうか。事故りよった。全ゲーム何どうしたいんこいつは基本的に。その刺激相手いらんかったよ。俺は頑張って家に帰るだもん。ボール出したなお前。ゼニガメ探検もしかして、だって来ないもんな。
ああ伏せ目あるから1ね、1とか何かこいつ何かフォーカスしてんな。強くなったら死ぬ。あっこいつ後ろ投げがエグい。ラストリザーブなんてまだあるぞ。よいしょあぶねえ。ストトペックする気がしてる。ストトペックしたから当たんねえ。初めてできた。危ない。パンチ結構惜しかった。はい。いやファルコンパンチ年々当たりそうやった今の。めっちゃ滑ったな。あこれ毎日外して終わる。よっしゃあれでガードされたら笑うわマジで。カメラまためっちゃ撮れてたし、なんでなの、なんで膝出た。出し出ねえんだよ。カノンさんその回避。OK VU 決まっていく。イエどこ当たってんだよ。よっしゃーグッパズーターでかいからそのまま外出てる。こんねんか。よし、よし外出てきちゃうよ。
よこよさん、よっしゃああね、この人ミスない。え、じゃあ初めてじゃん、この人に来た。ミスって。